ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおリンダリンダチャンネルにようこそ。今回は、1969年昭和44年に放映のテレビアニメの、タイガーマスクを解説したいと思います。タイガーマスクだったら、みんな知ってそうだぜ。でも、内容までは、という人の方が多いのでは？今回の解説で、より思い出すかもだぜ。今回の解説も、大変そうだけど、頑張るわ。知らない人も楽しんで。知っている人は改めて、どっぷりと懐かしい昭和時代を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねタイガーマスク。本家本元のタイガーマスク。タイガーマスクは、原作梶原一騎。作画辻直樹による日本の漫画作品よ。1968年から1971年にかけて、次の漫画雑誌に連載されたぜ。僕ら1968年1月号から1969年10月号まで、週刊僕らマガジン1970年1号から1971年23号まで、週刊少年マガジン1971年26号から同年53号まで、知名度の点では、巨人の星や明日の城と並んで、梶原樹の代表作に数えられるぜ。作品の特徴としては、同じ孤児という出自で格闘技の世界に身を投じる、明日の城の主人公矢吹城と、本作の伊達直人の交代将。大金を稼げるようになったのは虎の穴のおかげ、恩知らずは死ね。と断じる育ての親との死闘という、巨人の星の星親子よりさらに壮絶な、エディプスコンプレックスの物語としての側面。あるいは、孤児に試練を与え、勝ち残った者だけを育てる虎の穴と、孤児を無条件で支援する伊達直人の、孤児支援への姿勢に関するイデオロギー対立。梶原一騎の家庭がキリスト教だったので本人はクリスチャンではない。キリストの自己犠牲の愛を、伊達直人の生き方に反映。などが指摘されているわ。孤児院ちびっこハウスの伊達直人は子供の頃に、動物園の虎の檻の前で喧嘩をして相手を叩きのめしたのがきっかけで、悪役レスラー養成機関虎の穴にスカウトされるぜ。虎の穴での殺人トレーニングをこなす日々の中で、自分と同じような老いたちを持つ孤児たちに、同じような苦しみを味わわせたくないという思いを抱くようになり、虎の穴を卒業したわ。悪役覆面レスラータイガーマスクとしてプロレスデビューをしてからは、収入の一部を孤児院へ寄付するようになったぜ。当初は虎の穴へのファイトマネーの半額という上納金は支払った上で、自分の手取り分の範囲内での援助を考えていたが、自分の出身施設である孤児院ちびっこハウスの窮状を知り、虎の穴へ納める分まで寄付せざるを得なくなるわ。虎の穴はタイガーを裏切り者とみなし、タイガーを倒すための刺客を次々と送ってくるぜ。同じ裏切り者となるなら、せめて後輩となるちびっこハウスの、子供たちに恥じない戦いをしたいと、悪役からフェアプレイで戦う正統派スタイルへ転向したわ。当初は、身についた悪役ファイトが抜けきれず、また正攻法では大物レスラーを相手に通用しないので、苦闘の連続だったぜ。レフェリーの目を盗んだ喉笛のトーキックなどの、隠し技を使うこともありましたが、ジャイアントババにあっさりこれを見抜かれ、以後封印するわ。やがて、ウルトラタイガードロップ、藤山タイガーブリーカー、アニメではウルトラタイガーブリーカー、タイガー V など、独自の必殺技を開発していくぜ。しかし、虎の穴が次々と送り込んでくる、悪役レスラーたちとの死闘の中、反則に反則で応えてしまうこともしばしばあり、虎の穴で身についた悪役スタイルと、正統派でありたい意識の中で長く葛藤したわ。ナオトがこの苦悩から解放されるのは、ミル・マスカラスの弟、エルサ・イケデリコから、正統派のイメージにこだわるあまり、ルールで認められた5カウント内の反則まで否定してしまった。兄の苦悩を聞かされてからであるぜ。この助言を受けて、ようやく虎の穴の呪縛から逃れ、テクニックでも反則技でも一流だった、ルーテイズの再来を目指すこととなるわ。ドリーファンクジュニアとの世界タイトルマッチが実現。ギリギリまで追い詰めるものの、ジュニアはセコンドシニアの指示でレフェリーの浮き式なオーダー。苦し紛れの反則負けに持ち込まれタイトル奪取ならなかったぜ。大阪での再戦当日、ナオトは車に轢かれそうになった子供をかばって死亡したわ。最後の力を振り絞って所持していた、虎の覆面を近くの川へ投げ捨てたため、伊達直人の事故死と、タイガーマスクの失踪は結びつけて考えられることはなかったぜ。東映動画制作でアニメ化され、読売テレビ日本テレビ系列にて、1969年10月2日から1971年9月30日まで、全105話が放映されたわ。原作の連載とほぼ同時進行で放送されていましたが、中盤でアニメ版の進行が漫画連載に追いついてしまったため、徐々にオリジナルストーリーが目立つようになっていき、終盤では一部原作の要素は取り入れているものの、全く別の展開となったぜ。原作との際は、虎の穴からの刺客と対決するという大筋は原作と同じだったわ。
原作は、派手ではあるが高頭無形な虎の穴との対決と、リアルだが地味な実在レスラーなどとの対決と、違った要素が混在した内容になっているわ。これに対し、アニメ版は、虎の穴との孤独な戦いにほぼ絞った展開となっており、狂気を隠し持つ刺客レスラーばかりか、本物の殺し屋による襲撃まで仕組まれることで、ナオトの危険な立場が鮮明に書かれているぜ。ザ・ピラニアンなど、原作では虎の穴と関係ないレスラーが、虎の穴出身レスラーと変更されている件も見られるわ。一方で、ミスター神風は原作では、虎の穴出身レスラーで空手家上がりだが、アニメ版では嵐虎のスケモン家の柔道出身の、ヒトラの穴レスラーと設定が異なるぜ。実在する日本人レスラーは、原作ではジャイアントババの見せ場だけが目立っていたが、アニメではそれ以外のアントニオ猪木、大木金太郎などにもスポットが当たっており、中盤には坂口誠二も登場したわ。反面、外国人レスラーは架空のレスラーが多く、原作での実在外人レスラーを、アニメでは架空名に変更した場合もあるぜ。例えば、バジロジャースはラジャー、ボボブラジルはポポアフリカに名前が変更されているわ。また原作の孤児出身という要素を大幅に発展させ、四日市市の大気汚染公害や交通維持といった、当時の社会問題も正面から取り上げたぜ。原作と最も大きく異なっているのが最終話であるわ。アニメ版の最終話は、虎の穴のボスが自らマスクをかぶり、最強最後の悪役レスラータイガー・ザ・グレートとして、タイガーマスクの前に現れ、直接対決の試合に挑むわ。タイガーは、最初はいつものように反則技に耐えてクリーンな試合をするが、タイガー・ザ・グレートは裏切り者であるタイガーを抹殺しようと、殺意むき出しで凶悪な反則技を連発するぜ。そして、タイガーは、グレートの顔面への狂気攻撃を間一髪で避けるが、その時にマスクが完全に脱げてしまい、正体が伊達直人であることが白日の元にさらされてしまうわ。素顔をさらされた伊達直人は、涙を流しながら高々と笑い、グレートに対し虎の穴からもらったものを叩き返してやる。それで俺は伊達直人に変えるのだと宣言し、グレートを上回る容赦ない反則攻撃を繰り出し、ついにはジャイアントババ、アントニオ猪木の静止すら無視してとどめを刺してしまうぜ。だが、試合後に冷静になり、リングにおける自らの行いを恥じた伊達直人は、日本を去るという形で物語は終わのよ。キザ兄ちゃん伊達直人としては死亡したが、子供たちの心の中にヒーローとして生き続けたタイガーマスク、という原作の最終回に対し、アニメ版は伊達直人としては生存したが、皆のヒーロータイガーマスクとしては死ぬという、くしくも対照的な最終回となったぜ。本作は日本のテレビアニメで初めて、原画からセルガへを転写するトレースマシンを導入した作品であるわ。このため洗脳を追い劇画をアニメ化することに成功したぜ。最終回去りゆく虎は、当時の通常の3倍の作画枚数が費やされたというわ。制作サイドは後半部がかなりオリジナルストーリーになっていた上に、原作とはかけ離れた結末にしたことで、原作者である梶原一騎の反応を非常に気にしていたが、梶原一騎はこのアニメ版の最終回を非常に気に入り、こういう最終回が書きたかったと語ったというぜ。また、作画監督を務めた小松原和夫はこの最終回の放送当日、新婚旅行で青森に行っており、地元の青森放送で同時放送されていることを、新聞のテレビ欄を見るまでは知らなかったため、新婚旅行そっちのけで急遽、タクシーを使って宿泊先の旅館へ駆け込んで最終回を見たというわ。その騒ぎが元で旅館の関係者、宿泊客からのサイン攻めにあったとのことだぜ。主題歌の歌詞にある顔面への拳による攻撃は、プロレスでは基本的にルール違反であるわ。しかし、一般的なプロレスでは、5カウント以内の反則はルールで認められており、梶原作品ではベビーフェイスのレスラーもよくパンチを使うぜ。作画も、漫画版とは違ったタッチになっているが、DVD の特典として収録されている、パイロット版の作画は漫画版と酷似しているわ。脚本を担当した辻正樹によると、当時は、テレビアニメは滅んだかもしれないという大変な時期だったんだぜ。これは1968年の丸三商店、1969年の今井化学の両社の倒産が影響しているわ。両社はキャラクター玩具で業績を拡大したが、キャラクター玩具の急速な需要の変化に耐えきれず倒産したぜ。このため玩具業界では、キャラクターは危険という認識が根付いたわ。鉄腕アトム以来、アニメ制作会社は高額なテレビアニメ制作費の赤字を、玩具などの関連商品の商品化収入で補っていたが、玩具業界が商品化してくれないため、制作費が調達できずテレビアニメの制作本数は減っていたぜ。だが本作は約2年間と長期間放映されたぜ。これは本作の高視聴率もあるが、中島製作所のタイガーマスクのソフビ人形がヒットしたためで、本作は当時のアニメではトップレベルの商品化収入を誇ったわ。この成功が仮面ライダーに影響を与えたわ。仮面ライダーは仮面の主人公、悪の組織からの逃亡者であること、環境破壊を訴えること、バンダイから発売された、仮面ライダーのソフビ人形が中島製作所のタイガーマスクのと、
同じギミック人形のマスクを外すことができるを持つ、などの影響を受けたぜ。漫画アニメが人気があったことにより、こちらもある意味ブームだったのがソフビ人形よ。亀マークの中島製作所が発売したタイガーマスクのソフビシリーズ。アニメが大ヒットし当時の子供たちに、売れに売れまくったソフビ人形なんだぜ。まずはタイガーマスク、ヤフオクで一時5万円オーバー。恐ろしいわ。リングシューズ、覆面が脱着可能よ。こんな風にタイガーマスクはマスクが取り外しができたぜ。値段も1体380円と当時の子供たちにとっては高額だったぜ。当時は、このリングを持ってるか持ってないかで、子供たちのステータスが決まったわ。人形が1体380円に対して、確かに3000円したと思う代物。人形70体分だぜ。ただリングは、遊んでるうちにコーナーポストが、根元からすぐに折れてしまうチャチなものだったわ。悪役レスラー、ミスター X、極東地区担当マネージャー、虎の穴の鉄の掟を破ったタイガーマスク伊達直人を、抹殺するため、次々と刺客の悪役レスラーを送り込むぜ。ミスタークエッション、やはり仮面ライダーと同じで、毎週のように新しい悪役レスラーが出てくるわ。子供ながらに全てコンプリートしたくなるわ。ザ・グレート・ゼブラ、好きだったザ・グレート・ゼブラ。アニメの設定では正体はジェイアント・ババだったんだぜ。ゴールデンマスク、覆面リーグ戦で来日、特殊ガラスで作られたアルカイックスマイルの仮面を着用。仮面から発するサーチライトのように強烈な光で相手の目をくらませ、ロープをも噛み切る強力な牙で相手を噛み裂くわ。スカルスター、アニメでは正体はロッキー。伊達直人と同期で、訓練生時代たびたび彼に危機を救われていたぜ。ミスター神風、もともとは虎の穴出身ではなく、空手を学んだ正統派レスラーでしたが、やがて表舞台を追われ、虎の穴の息のかかったパリの賭博プロレスで活躍していたわ。ザ・エジプトミイラ、古代エジプトのミイラそっくりのコスチューム、包帯の缶に仕込んだ故障や眠り薬で対戦相手を翻弄するぜ。正体は虎の穴の反則専門の助監督だったぜ。獣人ゴリラマン、巨体のために飛行機に乗ることができず、檻に入れられたまま貨物船で来日したわ。アニメではタイガーマスクの4、5倍はあろうかというほどに、巨大に描写されているわ。ザ・ピラニアン、プールデスマッチでタイガーマスクと対戦。プールの水中にピラニアを放し、タイガーマスクを襲わせたぜ。自らはスーツにピラニア避けの薬を塗っていたが、その薬をタイガーマスクに寝技によって剥ぎ取られ、自らがピラニアの餌食になったぜ。ザ・ライオンマン、大人20人相手の綱引きに勝つ、桁外れの怪力が武器。タイガーマスクのコブラツイストに敗れるわ。レッドデスマスク、梶原一騎、辻直樹原作によるテレビアニメ、タイガーマスクダブルの放送を記念した試合が、春2016年10月10日に開催された新日本プロレスの、東京両国国技館大会、戦国演武、絆プレゼンツキングオブプロレスリング、で行われたんだぜ。リアルタイガーマスク VS レッドデスマスクの試合が実現なんだぜ。ユニバーサルマスク、リングを金網で囲った金網デスマッチでタイガーマスクと対戦。ロープと金網を利用した空中戦を得意とし、タイガーマスクを苦しめたわ。対戦中にタイガーマスクの頭上に乗り、その覆面を口元まで剥いでいるわ。ミスターノー、全身がビニールタイツに包まれ、頭には鉄球が入っているギミックレスラー。アマゾンで2万5800円だったみたいだぜ。持ってたらラッキーよね。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。今回はタイガーマスクでしたが、楽しんでいただけましたか？以前解説したタイガーマスクを少し編集しての動画でしたので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ご了承くださいね。しかし最終話が漫画とアニメで違うのは、いろいろと配慮があったのかもね。なお、セリフと画像が違う場合もありますが、イメージとして捉えてくれなんだぜ。また新たな情報など入りましたら再度解説しますね。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてほしいんだぜ。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。